よしカモン、ギャグ神経衰弱の練習やっていくぞ。ただその前にな、みんなこの前の全国大会優勝おめでとう。まあこれはな、チーム一丸となった結果だと思ってる。そしてこの結果を踏まえて、この学校を代表して俺がアンダー18日本代表に選ばれた。そして1週間後には合宿に入って、その1週間後にはベネズエラで行われる世界大会に出場する。だからな、それまであと1週間お前らと練習できるから頼むな。お前らルール分かってるな。とにかく同じギャグが出たらそのギャグ披露することできるからな。よし、じゃあ早速やっていこう。あーよし、ここからいくぞ。容姿に自信がないドラえもん。なるほどな、同じの出たらギャグやれるからな。よし、同じの来い。わお、あー違った。ドラえもんオープニングテーマ、ハグしちゃおう、変態おばあちゃんが紛れてるバージョン。わー、これ違ったからやり直しだな。ドラえもん違いだな。どんどん揃えていこう。お、容姿に自信がないドラえもん。あったね、行っちゃおう。はい、容姿に自信がないドラえもん行こう。僕はマジブース、さらにクソデブ、そうしてかなりチビ、でもスネ夫の方がブス。オッケー。ドラえもんはこういう風に思ってるからな。なんならスネ夫のこと一番下だと思ってるからな。どんどんやっていくぞ。飛行場行こうか。カントリーロードセクハラバージョン。なるほどね、これまだ出てないね。こういってみるか。あー、ドラえもんオープニングテーマ、ハグしちゃおう、変態おばあちゃんが紛れてるバージョン。うわー違ったからやり直しだな。ただあったね、もう揃えていこう。はい、ドラえもんオープニングテーマ、ハグしちゃおう、変態おばあちゃんが紛れてるバージョン。いこう。ハグしちゃおう、ハグしちゃおう、若い男とキスしちゃおう。オーケー。紛れてたな。こういう変態おばあちゃんはな、いつどういう場所に紛れてるか分かんないから、みんな注意するようにな。しどんどんやっていくぞ。しここ行こうか。お、カントリーロードセクハラバージョン。あったね、行っちゃおうか。はい、カントリーロードセクハラバージョン行こう。ちゃんと見よう、ココチンチン、オーケー。なんでちゃんと見ないといけないんだろうな。だみんな、このギャグで注意ポイントあるんだけど、どこかわかるか。そうだよな、チンポジだよな。あ、みんな、これな、真ん中だとダメなんだよな。野球とかで一緒で、やっぱ真ん中に投げるとこれ打たれちゃうとかあるから、もう右側か左側にポジショニングしておくように。なあみんな、そこ注意するぞ、しっかりな守るようにな、そこだ。よし、じゃあ最後な。はい、ここあそこ。はい、ってことはここもあ、ん、尾崎清彦、また会う日までパロディギャグ、お尻ちんぽこでまた出る日まで。おい、一輪ね、おい、これどうなってんだ。おい、おい、これカード管理お前らだろ。おい、これ間違ってんじゃねえか。おい、ふざけんなよ。おい、でしかもさ、俺世界大会あんだよ2週間後に。マジでふざけんな。おい、お前らの店付き合ってらんないから。でしかもさ、この尾崎清彦、また会う日までパロディギャグ、お尻ちんぽこでまた出る日まで、これな、禁止カードじゃねえか。おい、これ禁止になったギャグなんだよ。これ入れちゃダメなの、知ってるだろ、入れたやつどうなったか。これ二度とギャグできない体になったんだよ。なあ、そういうことになるから、もうやっちゃダメなんだよ。いや、もうとりあえずな、もう一個ずつギャグ出ちゃってるから、もう今日も練習だし、もうやるわ。じゃあまずあそこからね。あれ、この中にあそこでかいやついない。すいません、ちょっと確認していいですか。でっけー、オッケー。みんな、あそこがでかい人が多い国どこか知ってるか。これな、南米なんだよな。南米で、しかもこの開催国であるベネズエラとか、あとボリビアとかな、エクアドルにあそこが大きい選手多いらしいんだよ。だからそこの選手たちが結構強いギャグなんだけど、まあ俺もな、日本の中ではかなりでかい方だと自負あるから、まあ、しっかりとな、世界にアピールしてくるから。で、これテレビ中継とかもね、世界大会あるからチェックしとくように。あ、よし、じゃあ最後な、尾崎清彦、また会う日までパロディギャグ、お尻ちんぽこでまた出る日まで行こう。また出る日まで、出せる時まで、
トイレのその訳は話したくない、なぜか悲しいだけ、なぜか虚しいだけ、トイレに行くとき、トイペを切らすから、一人でドアを閉めて、一人でズボン脱いで、その時お尻でうんこを放つだろう。オーケー、12年、世界大会でこんなギャグできるわけねえだろ。もうこういう系のギャグはチンチンまでってルールあんの知ってるだろお前ら。うんちはやっちゃダメな。もういいや、もうとりあえずこれで全部揃ったな。今日の練習終わり。どうもありがとうございました。